いろはにほへとちりぬるを我が家垂れそつねなら。私たちは忙しすぎるのです。仕事に追われ、行き着く間もなく目まぐるしく動く事態に多くの感情があふれ、その感情たちは次々と苦しみを運んできてしまいます。そして私たちは感情の渦に溺れてしまい、その苦痛はいつまでも続くように感じてしまいますけれど、我々を押しつぶしそうな不安も恐怖も怒りにも永遠というものはありません。全体ルを一日の終わりに使い、気持ちを並べ記せば少しずつネガティブから抜け出せるでしょう。全体ルは悟りを開くための禅にヒントを得て作られています。悟りの境地に浸ることで気持ちが整然とし、安らかな心に戻ることができるのです。一日の終わりに碁石に書いてある漢字の気持ちになった出来事を思い出して、それをこう置いていく。そうすることで自分の心を穏やかにさせることのできるボードゲームです。私は結構悩みがちな性格でして、困ったことがあるとノートに書き出して、それで少し自分の心をすっきりさせたんです。そういったことをもう少し気軽にできないかなと思って、このボードゲームを開発しました。お寺とか神社に行った時に、まずこう見える景色っていうのが、障子、塔、畳とか建築のすべてが縦と横のラインですっきりとまとまってて、その中に庭の苔が生えた丸い石だとか、見える月だとか水たまりだとか、こう丸みのある形、その景色を見てるとこう気持ちが静かになって整うっていうところがあると思ったので、有機的な形と直線的なものの組み合わせで、日本のお寺でこう座禅をするようなイメージを持ってもらえたらなと思って、まずこのデザインを思いつきました。やっぱこう触ってるとこのカチャカチャとした音、こういう音自体も気持ちがいい。碁石のカチャカチャもすごく気持ちいいってきっと誰でも思う音だと思うので、私はボードゲームを遊んで、それを写真に撮って SNS にアップしてるんです。日本だけでなく世界中の方々がそういった写真をネット上にアップしてくださってまして、こういう一日を過ごしたんだなっていうのを知ることができます。結構みんな同じように困ったり喜んだりしてるんだなっていう一体感ですかね、そういったものを感じれるようになってます。一人でやる楽しみもすごく知ってほしいし、大切な家族とか友達とかでもいいし、新しく出会った人をもっと知るためにも、ぜひともいろんな人に遊んでいただきたいと思います。おすすめします。あなたもぜひこの全体ルを遊んでみて、あなたの人生が今よりもほんの少しだけでもこうハッピーになれたら、私は幸せに感じますので、ぜひ遊んでみてください。